こんにちは。今日はですね、東京の白金の方で、僕のグランドセオリーっていう講座があるんですけど、その、フォロー会を、開催してきました。でそこでいろいろですねトレード戦略の話もしたんですけど、ギャップですね、ギャップを使った短期のブレイクアウトトレンドフォロー戦略ですね、の解説もちょっとしたので、それを今日はですね動画で軽く共有お話をしたいと思います。フォロー会で話したのはその短期ですね、本当にもう例えば30分1時間ぐらいので決着するそのトレードで、それはあの窓ですね、ギャップを使った戦略なんですけど、そのギャップをまあ見ていくときに、そのギャップができるじゃないですか、窓ができたときにそのまま走っていく場合と、ちょっと走って窓を埋めに来る場合があるじゃないですか。それってどういうふうに見極めたらいいのか、もちろん 100% ではないんですけど、それを見極めるときのポイントっていうのがあるんですよね。でこれはすごい重要なことなんで、もちろんこの考え方っていうのはギャップだけじゃなく、いろんなそのローソク足のパターンにも応用できる話であるし、大衆心理にもつながってくる話ではあるので、ちゃんとこういう原理原則を押さえていくっていうことが、そのトレードの上達の上ではすごい大事になってきます。何かっていうとですよね、それがギャップができる前のローソク足の状態がどうなってるかなんですよ。でこれはまあ FX だったら金曜日の引けですよね。で土日挟んでギャップダウンアップする時あるじゃないですか。で株価指数日経225だったら毎日一応ギャップはできます。でその時に例えば上昇していって、最後こう陽線で引けた時ですね、陽線でこう引けた時っていうのは、これからまた上がりそうな期待感があるじゃないですか、高値で引けたということなんで、と思いながらも、でもその後バーンとこう陰線でギャップダウンした時、こういう時っていうのは短期的にここの優位性ですね、このギャップ、上がると思ってたものが翌日ギャップダウンして寄りついた、もうみんなパニックになってる、この優位性っていうのは日経225とかだったら9時半ですかね、寄りつきから1時間2時間ぐらい継続しやすいんですよ。だからそのままズル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 最初落ちていく場合が多いです。こういうところをパッとブレイクアウトでトレンドフォローで取りに行くっていうのは結構有効な戦略だったりするんですよね。でもギャップアップギャップダウンってボラティリティがないと起きないので、年末になってくるとまあちょっと厳しいので、また年明けとかやっていたらいいのかなと思うんですけど、このですねギャップのパターンっていうのを覚えておいてほしいなと思います。まあいろんなパターンがありますよね。あと例えばこういって下げたと思ったら最後上げて引けたとか、これまた上に行く期待感があるじゃないですか。でも次下にギャップダウンしたら真反対に振られてるので、当然パニック売りだったりとか、ロスカットっていうのが巻き込まれていって、その後ダーンって下に行きやすいということになります。だこういうポイントをぜひ探していってもらいたいんですけど、実際にちょっと実例を見てみましょうか。例えばですよね、これアップルか、アップルなんですけど、こことかまさにそうですよね。これ上に一旦こうやって行くと期待させて、その後下にギャップダウンしてるじゃないですか。ここの分のエネルギーが蓄積しているので、同じぐらいの値幅また下に落ちていくっていうことになります。その後ね、下にサポートがあったからか一旦上に押し返されてますけど、そこからまた下っていう風に、このダウントレンドの起点になってますよね、ここが。まあ、だから魂の一種っていうことです。こういうところは短期的に狙っていっていい場所です。でこれ4時間ですけど、このポイントをもっと短い時間してみた時にすごい走ってるっていうのが分かると思いますね。ちょっともう1時間で見ましょうか。はい、ここですね、こんな感じですごいこう勢いよく走っていってるのが見えると思います。こんな感じでギャップっていうのは活用していくと、短期のですねトレンドフォローっていうのは結構できます。あとここもそうですね、こことかもこれも典型的ですけど、このレンジがさらに重なってるので、なおさらブレイク後は飛びやすい。ここですね、レンジ上限があるわけですよね、もう何回も止められてる。でしかもその前日に引け方がこうちょっと弱気で引けてる、こんな感じで。でも翌日このレジスタンスを突破して寄りついてる、もうこれはロングですよね、完全にロング行くしかない場面ですよね。で、まあ、あの女バーとから上昇していってると、こういう局面を見つけられるようになると、まあだから朝ですよね、一発目注目しておいたらこういう局面の時はやっていったらいいので、まあ為替だったらね、その金曜を引けて月曜の寄り付きを見ていく感じになりますけど、まあ、為替よりも明らかに株の方がこういうの出現率は高いけど、まあもちろん為替でもこれは使えます、使える戦略ではあります。まあここもそうっちゃそうですけど、まあ一応陽線で引けてるので、これが陰線だったらなおいいですよね。まあこことかもそうですね、ここでブレイクしたと見せかけて、ここも非常にいいサンプルですね。ここブレイクしたと見せかけて潜ってきて、騙しで引けたと思わせといて翌朝ギャップアップと、
で勢いよくバーンと跳ねていくっていうことです。もうデイトレードをするんだったらこういう局面をとにかく狙っていったらすごいいいトレードがたくさんできると思います。ここもそうですね、はい、ここもそうです。同じパターンですね。下に行くと見せかけといて上にギャップアップ、そして直近の高値をブレイクしてる。これは一回上に跳ねますよね、こういう風に。まあ、その後落ちてきてますけど、これアップルでもそうですけど、まあ、日経225でもそういうパターンはいろいろ見つかると思います。これ今ねちょっと、あ、こことかそうですね、こことか非常に綺麗にここね出てますね。まあ、これも直近のここのサポートがあるじゃないですか、これ4時間足ですけど、サポートがあってサポートされて上に行って高値引け、そしてもうこれレジスタンスブレイクするんじゃないかっていうぐらいの勢いで引けてるのが、翌日寄りついたらギャップダウンで、しかもここのレジスタンスをぶち抜いてきてると。もうここは勢いで売っていくっていうことになります。こんな感じでですね、こういう単純なセットアップだけでも超短期のトレンドフォローブレイクアウトっていうのは売買することができるんですよ。なのでこういうの知ったら、あとはとにかくまずは実践してみることで、その知ってることとやるっていうことのギャップが絶対出てくるので、それを埋めていくっていう作業が次になります。そのために反復練習をして感覚をすり合わせていって埋めていくわけですよね。こういうふうにトレードっていうのはちゃんと持続して継続してやり続けることによって土台っていうのができていく。それができてきたら次の新しい戦略をやるときにもっと早く身につくようになっていきます。はい、こういうのをちゃんと継続していったらトレードってうまくなるので、ぜひやってみてほしいと思います。でそれでもどうしても例えば、いやエントリーが怖いとか、本当に自分にできるんだろうかっていう、今度は戦略とかテクニック以外の部分、メンタルの部分だったりとかマインドの部分っていうのがトレードでは大きく壁となって立ちはだかります。そういうのはじゃあどうやって乗り越えていったらいいのか、テクニックとマインドどうやったら両方バランスよく上げていくことができるのか、両方上げていきつつも例えば日常生活もよりよく変えていくことができるのか、日常での自分の負けパターン、トレードでの負けパターンって結構似てるんですけど、そういうのはどうやったらトレードでも日常でも両方乗り越えていくことができるのか、そういった新しいトレードの上達法っていうのを僕はメルマガでずっと解説をしているので、ぜひ読んでみてほしいなと思います。人によってはね、本当に目から鱗が落ちたって言ってもらえるような、本当にそういう内容になっているので、一人でも多くの人に読んでもらえたら嬉しいなと思うので、メルマガですね、この今の画面のどっかから登録ボタンがあると思うので、そこからぜひ登録して、で実際に実践した人から本当に毎日成果報告がたくさん届いてます。なので読んで、また感想とかもねぜひ送ってほしいなと思います。そういうのも取り上げつつ、あとは質問もねいただけたら、また動画で拾っていきたいなと思いますので、ぜひどんどんメールなど送ってもらえたら嬉しいです。